センターのみとし、フロント部分とリアエンジン部分をパイプフレーム化、外装にカーボンをパネルのように貼っていく。ルーフもドアもカーボン、外せるものはみんな外して1500キロから1100キロ程度に軽量化する。板金小僧が。どうしたんですか、その FC。 ああ、頼まれたのよ、セッティングをな。おい、この車はひょっとして。ゼロが組んだ FC です。木島と秋夫が探し出したんです。もう5、6年も前の車だろ。それにしちゃやけに状態がいいじゃないか。ええ、幸運にもね。ちょっと付き合ってくれるか。俺は運転の方はあまり得意じゃないんでね。ええ。いいタイミングで来るよな、連絡もしてないのに。できましたか。たった今エンジンを乗せ終わったばかりだ。結構いい感じになりそうだ。どうだ、軽く走ってみるか。ええ。オッケー、もっと踏んで。後ろから1台速いのが。ブラックバーン。仕上がったんですね、カーボンボディが。うん、だがまだ試作状態。必要最低限のボディ剛性から走らせて補強、そして仕上げていくというわけか。リアバンパーに抜きのダクト、インタークーラー左右振り分けだ。動きが軽い。仕上がれば底知れない速さを持つ。ボディを切り刻んだ軽量化仕様も、ここまでスピードの虜になってしまった。得たものと失ったもの、どっちが大きいのかもうわからない。だが分かっていることはただ一つ、この車が死ねばブラックバードは消える。速い車の持つオーラってのは出てるかな。緊張感のあるそういう空気っていうか。ほら、お前の口癖だったろ。それから伝言だ。水曜1時辰巳パーキングエリア、相手は Z とブラックバード。全て俺のセッティングした車だ。変だよな、俺だけでなく高木も北見さんも。変？どの車も完璧に作り上げて互いに競わせる。ただ一つ、単純な答えを知りたいためだ。どれが一番速いのか。そういった意味じゃ俺も十分変ですよ。口八丁で食ってきた自動車評論家がその車を走らせようとしているんですから。お前の車に GPS をつけさせてもらった。俺はデータを追う。こいつは十分に戦える戦闘マシンだ。この目でしっかりと見てみたい。今辰巳ジャンクション、 Z もブラックバードもまだ来ていない。 FC の調子は絶好調、子猫のようにしなやかだ。もし10年先の俺が見たら愚かなことをしていると思うかな。達者な喋りと器用な原稿でここまで来た自動車評論家が何をとち狂ってるってね。伝わるかな、10年先の俺に、この気持ちが。 Z が来た。じゃあ始めるか。
今日ではっきりする。誰が今湾岸で首都高で一番速いのか。